よろしくお願いします。はい、話題のね、はい、この金属線、エッチング線の材料線をちょっと今日見させていただいて、大変感動させていただきました。やっぱりね、はい、今までプラモデルではこう内部構造っていうのは限界があって出てなかったんで、ね、はい、今回こういうインクさんので出したっていうのが、ね、すごいちょっと僕も衝撃を受けて作りたいなっていうのはあるんですけど、ちなみにこれっていつぐらいからそのお話っていうのはあったんですか？そうですね、まあ大体冬、去年の冬ぐらいからですね、まあ作ろうかというような話はあったんですけれども、まあなかなかですね、本腰を入れ始めるまでにちょっと時間がかかってしまいましたので、でまあ今回ね、はい、まあほぼ全部、まあエンジンとかが一応ホワイトメタルでという形で、はい、パーツ数が全部で大体500ぐらいですね。はい、そうですね。いや、であれですか、キットはその、はい、まあ、一般的なエッチングにあるようなそのエッチングのシートからパーツを切り出してっていう形で組んでるっていう形ですね。はい、そうですね、まあ、プラモデルというかですね、そういった形でランナーのような形でパーツがくっついてまして、はい、それをまあ切り出していただいて、あ、まあ、最近プラモデルの方でもね、はい、エッチングとか割とハイブリッドな素材は、まあ、だいぶメジャーになってきたので、はい、その辺はねすごく皆さんは使いは慣れてるかなと。組み立てはあれですよね、基本的に瞬間接着剤で。そうですね、やはりハンダとかですね、そういったものを使うのはちょっと難しいですので、まあ、瞬間接着剤で十分組み立てていくことができます。はい、で、あれですよね、まあ、さっきもね、ちょっとこうパーツ見させていただいて、そのパーツ自体はこれ、多分 0.1 もっと薄いのかな、コンマ2ですね、コンマ2ぐらいのエッチングで、はい、多分パーツ自体としては、はい、その結構ペナンペナンしてるじゃないですか、はい、エッチング。でも、まあ、実機がそうなんですけど、こういう形で組み上げてしまうと、はい、結構強度ありますよね。そうですね、もうかなりですね、一つのパーツ、1枚のですね、まあ、コンマ2 の、 金属片であればですね、もうペナペナしてしまうんですが、それを、まあ、格子状にこう組んでいくとですね、はいはい、もうかなり強度が。だからそういう部分では本物と同じですよね。はい、そうですね、はい、で、まあ、さっきちょっと見させていただいて、その実機と同じ、まあ、ちょっとこれ外板が今貼ってあるんですけど、このドッグコックピットの後ろで分割もできて、はい、そうですね、まあ、エンジンもこういう形で、エンジンはこれホワイトメタルですよ ね、 そうですね、あとコックピットとかこの辺のすごいのがオイルタンクとか翼内燃料タンクとかもね、はい、全部再現されて、これはやっぱスケルトンモデルの醍醐味ですよね。そうですね、であれですか、このキャノピーはクリアパーツにこうフィルム状のこう枠を貼っていくっていう感じですね。そうですね、うん、で、まあ、今までそういったモデルってはなかったと思うんですけれども、金属のですね、シートを貼っ、まあ、切り抜かれたシートを貼っていくという、うん、まあ、スタイルを、まあ、今回取らせていただいて、ね、これ一番ちょっと気になったんですよ、はい、キャノピーだけね、プラモデルじゃないですけど塗りっていうのはちょっとそこは興ざめしちゃうなと思ったら、その貼るっていうのをお伺いしてね、で今貼るっていう部分ではこれはオプションになるんですよね。そうですね、別に外板がまた、はい、でこれはあれですか、このリベットっていうのはなんか レーザーで全部刻印を入れられてるという形ですね。はい、そうですね、でこれは今 の予定だと裏側にこう糊のついてたフィルム状になってるっていう、はい、そうですね、でもうある程度もう全部切り抜かれた状態ですので、もうシールのように剥がしていただいてこう貼り付けていただくというような。ただね、せっかくこれだけ中ができてるから、まあ、全部貼っちゃったらある意味もったいないですよね。ですね、ただね、この胴体の内側がね、こう見るとこれ全く本物と一緒でね、すごいなという感じでね、いやこれはね作りたい。あとあれですね、客とかはもう完全に、まあ、飛行状態かこの着陸状態がどちらか選択式という形になるわけですね。はい、ただフラップとかは稼働するんですね。はい、稼働するところはですね、この補助翼ですとか、あと翼の先端部、翼端です、21型ですからね、先端部ですね、でフラップがまあ稼働式になります。はい、あとエレベーターとエルロンが、エルロンですね、で、あとまあ補助翼のラダーな感じが動くというような形になってます。いやこれはねちょっとね作れたら、コックピットとかはかなり、まあ、ホワイトメタルのパーツを使ってる感じですね。なので、まあ、プラモデルと違って、まあ、できるだけディティールが、まあ、
再現できるというような、まあ、形になっていますので、あとまあ重量とかですね。そうですね、重量感とか、まあ、ホワイトメタルとか、はい、なんか、 かなりですねエンジンが重くヘビーなんですけど、そうですね、まあ、実機とだからこの辺も全く一緒ですよね。で、あとその、まあ、さっきお伺いした例えば主翼はこうメインの桁にリブをこう挟んでいる、はい、で最終的にこの外側の外板なんですけど、この辺がなんか初めからもうこういう形で R とかが成形済みというお話をお伺いしたんですが、これはもうそうですね、はい、あのうちの方でですね、もうあのお客様に、パーツを、まあ、販売する段階でもこの形になってますので、なるほど、こういう形でね、はい、これはすごくありがたいですね。やっぱねエッチングにこう癖をつけるってなかなかね、あの大変なんですよ。それでほら曲げすぎちゃったりすると戻すとこう結構ベコベコになっちゃったりするんで、こういうのはこれはあれですか、主翼とかだいたいこう R のついてるパーツ部分なんかはだいたいもう三次局面はもう合わせてある、はい、ついてるというような状態ですね。まあ一部あのお客様の方で、はい、あのまあ曲げていただく部分もあるんですけれども、まあ曲げにくいところに関してはですね、まあほぼ曲がってるという、だからそういう意味ではまあある意味非常にプラモデル感覚に近い感じで組めるかなっていうところがありますよね。そうですね、こうそのインストに沿ってパーツを全部はめ込んでいって、はい、それを瞬間接着剤で止めていけばという形です、ね、そうですね、うん、あとねこのオプションの外板がねやっぱり結構薄いじゃないですか、はい、だから逆にで結構ベコベコするんでで本物のゼロゼンもね、はい、そばやってみると分かるんですけど本当ベコベコなんですよね、はい、だからそういうこうリアルさ、はい、ただやっぱりちょっとこの外板のあれにはコツがいりますね、はい、かなりですね、まあ、難しい可能性がありますものですから、まああのまあ上級者の方に向かっては、うん、まあ、やっていただけるとは思うんですが、うん、まあ、そういう意味でオプション設定っていうのはすごくいいですね、はい、これがね最初でもねみんなやりたがると思いますよこれはね本当にね、はい、あるものは作りたいっていうね、はい、人情がね、そうですね、まあ、ぜひ作っていただければと。今の予定だとその発売は、はい、そうですね10月に、はい、まあ、なってくるかなと、まあ、末にですね、その辺はじゃあまたあれですね、モデルアートさんとか、とか、ね、あとウェブページとかで見ていただければ、はい、ご紹介させて、ちょっとねこれをまたね、いろいろと見てるとああもあろうこうもあろうっていうのがやりたくはなってくるんで、でも21型っていうのはやっぱいいですね、一番綺麗だっていう部分と ね、こういうギミック的なもの要素もねちょっと入ってるんでね、今エンジンがつくとちょっとや、はい、逆に私がやって壊すとだからこの辺もあれですよね、基本的にはもう瞬着で止めていくような感じ、はい、そうですね、まあエンジンに関してはですね、まあフッキングして、まあ、取り外せるような、そう外すことできるんですね、あの取れるんです、あとあれですね、カウリングもホワイトメタルで一応こうつく形ですね、はい、まあ、そのカウリングもちょっとあのオプションというような形で、はい、だからこれがじゃあ基本的にはその今回のキットの全容、はい、出来上がるとこうなります。そうですね、これはね欲しいですやっぱり、ね、やっぱりね、やっぱプラモデルはプラモデルの魅力がね、そのプロポーションとかあるんですけど、やっぱその内部構造的なものはその薄さの限界とかね、プラスチックの成形の限界があるんで、はい、どうしてもそのリアルからはちょっとこうずれてきちゃうんですけど、やっぱ金属パーツならではね、やっぱあとその金属感っていうその美しさっていう部分がありますよね、そのメカニカルな部分とねあるんで、まあ我々のその狙いとしてもやはりあのこう色を塗らなくてもそのインテリアとしてまあ飾っていただけるっていうようなですね。ですよね。はい、まあ、そういった緻密感というか。これはね、うん、いや、ある意味アートの領域だと思うんですよ、本当に。飛行機ってもともとすごく綺麗なあの形をしてるんでね、そういう内部メカをここまできちっとこう全金属でね、再現したこと、やっぱり今までなかったんで、はい、部分的には例えばエンジンだけとか、はい、コックピットだけなんかはあったりするんですよ。まあ、もう作り込んでいただける方にはもうどんどんその本当にリアルをですね追求してもいっていただくこともまあだから僕なんかはせっかくこうね全部スケルトンになってるんで後ろの胴体の中に走ってるね操縦柵とかねその辺をちょっと
ちょっとつけて多分空中分解すると思うんですけどまあ十分 で、ね、でもこの状態でね、はい、もうこれだけの完成度があるっていうのはちょっと感動しましたありがとうございますねこれで、まあ、欲を言わせていただくとですね、はい、あのこれ一作にとどまらず、はい、やっぱ今後ね、はい、やっぱりいろんな期待をね、はい、そうですね、出してほしいなと、はい、やっぱり人間1個あったら次並べたくなるっていうのが以上なんでその辺はねちょっと今後、はい、ぜひ期待させていただきたいと、まあ、そのつもりで、はい、あの楽しみにしております、はい、というわけでございまして、はい